さあ、今日ですね、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日はあの元旦なんだけど、もうあの昼までモーニングショー出てましたよ俺。ああ急いで今日本武道館に来て、初詣です。あ、間違えました、プロレス詣です。なんと今日はこの人が出るわけですよ。これは見届けに、それとも会いに来たんですか。まあ会えない、まあ交渉しに来ましたよ。だから YouTube YouTube のあのグレートボタンで出てくんねえかなと。いつでもチャンスは狙ってると。チャンスは、ね、ちょっと行きましょうよ。わかりました、はい、神奈月の神チャンネル。いやーよーし、3、4、5、6、7、8、9、10、11、重い。俺も回りたくないっす。20きた、よいしょ、始めた、オッケー。今日目的が変わってます。目的が目的は無駄でした。いよいよですね、終わりまして、いよいよこの元旦の日本武道館プロレスリングのはメインイベント、いきますよ。久しぶりのブタ、そして久しぶりの中村慎介。いやー来ましたよ。おいおいおい、さよこれ、ほら休憩ないからね。これも好きあらばムタ、ムタとの好きあらば俺あそこから行ってドッキリ履こうかなって。ムタとコラボするって言ってましたからね。まあ一応約束は100万人なんだけど、それ100万人はちょっと無理だからさ。ただちょっと久しぶりに、ね、中村慎介久しぶりに見ましょうよ。入場で終わってほしいよ。ここで終わってまた来年戦う。この入場がマックスっていうのはもう神奈月プロレスとイコールですね。同じような。あなたとかもう入場だけでも2人の入場だけで多分こう料金の8割も持ってる。やっぱりプロレスって物語だ、ここの一つに。やっぱり俺たちを違う世界に引き込んでくれる。いやー今日久しぶりにちょっと魅了されたね、プロレスに。今回あのムタの、まあ、頭の部分がちょっとカツラみたいになってましたけど、あれはちょっとメッセージですかね。あれはあの俺がやっぱりあのいろんなカツラをかぶってるやってるじゃない普段。武藤さんもちょっとそれに感化されちゃったんじゃないかな。まあ、言ってくれればあの陽水さんのカツラぐらい貸すからさ。微妙なウェーブだったからね。
まあ、今回ちょっとムタが負けたということでなかなか、まあ、多分会うこともできないんでしょうが、うん、ちょっと最終戦まだありますんで、まあまあまあまだあるから最後横浜アリーナの時にムタとの接触ができるかどうか、うん、とりあえず俺もプロレスラーのふりして入ってくる。今回ちょっと正月だからさ、元旦だからあんまりできなかったけど次の最終戦は行く。なりました。じゃあまたその時を、まああとは武藤さんに連絡しておく。よろしくお願いします。残念だったね、武藤負けちゃったしね。まだコラボまだ諦めてない。動画をご覧の皆さん、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。 Yeah!